おい、いるか？そろそろ飯の時間だが、よかったら一緒にどうかと思ってな。ああ、一人で食ってても楽しくはねえだろ。そうか、それじゃ行こうぜ。新発案だけ明らかに量が多いぞ。ちゃんと平等によそえよ。何言ってやがるんだよ。どう見ても同じぐらいだろうが。嘘つけ。同じに見えてギチギチに詰めて固めてるだろ。お、そいつ今夜も連れてきたんだ。ああ、一人は味気ねえだろうし、こいつが増えたところで大して問題はねえだろう。千鶴、お前が座るのはそこな。大した飯じゃなくてすまねえな。俺たちもようやくこの間給金が出るようになったばっかりだからよ。なあ、そんだけで足りるのか？俺のおかず少し分けてやろうか。いいよ、俺この漬物嫌いだし、食ってくれって。おいおい、なんだよ、自分だけ点数稼ごうとしやがって。そんなんじゃねえよ。ただまあ、窮屈な暮らしさせてるし、これぐらいはと思ってさ。くそ、これじゃ俺もあげないわけにはいかねえじゃねえか。この魚を全部、いや、半分やるぜ。珍しく気まぐれを起こしてるんだから素直にもらっとけよ。まさか後で返せとは言わねえだろうしな。じゃあ俺がもらっといてやるよ。ちょっと待て、平助にやるなんざ一言も言ってねえし。ああ、うん、うめえ。食い物の恨みはでけえぞ平助。お前のお小遣いをよこしやがれ。二人は放っておいて、さっさと食おうぜ。そこに置いておいていいぜ。後で俺たちが片付けるから。そうか。じゃあ俺と一緒に片付けに行くか。you
総司、滅多なこと言うもんじゃねえ。幹部が羅刹になってどうするんだよ。忘れる。深く踏み込めばあんたの生き死ににも関わりかねない。やっぱり起きてたか。悪いな、うるさくしちまって。ん？まあただの捕り物だよ。夜の巡察に出てた大使が怪しい老子を捕まえたとかでな。そういやお前はまだこの手の騒ぎに出くわしたことがなかったか。新選組の夜の巡察じゃよくあることだから心配はいらねえ。お前もそのうち慣れるさ。つうかここで暮らす以上慣れてもらわなきゃならねえんだが。それじゃあ俺はそろそろ行くからよ。一人で寝られるよな。気が変わった。もう少しここにいてやるよ。ああ、その調子じゃお前落ち着いて眠れねえだろ。もしかして俺のことが怖くて心配してんのか。まあお前が怖がってる気持ちはわかるけどな。ならいいだろ。少し邪魔させてもらうぜ。大丈夫か？あんまりこういうところを女には見せたくねえんだが、しょうがねえよな。ん？なんだ？気にするな。つっても無理な話か。だがお前が気にすることじゃねえ。怪我の手当てをできる大使もいるしな。お前はまだ預かりの身だってことを忘れねえ方がいい。手伝いを申し出てくれた気持ちはありがたいが、
夜の巡察だとこういうのはよくあるからな。安心して部屋にいろ。悪いな。お前が好意で言ってくれたのは分かってるんだが、俺たちの事情に立ち入りすぎるのはいいことだとは思わねえしな。やっぱりお前も気になってたか。まあしょうがねえよな。だがな、詮索はそこまでにしとけ。聞かなかったことにしてやれるが、もしここにいるのが別の誰かだったら、この首が飛んでたかもな。脅すような真似をしちまって悪かったな。だが俺たちの事情に立ち入れば立ち入るほど、お前は元の暮らしから遠ざかっちまうことになる。俺としちゃお前みたいな純真そうな娘をこっちの世界には踏み込ませたくねえ。あの夜に起きた出来事は悪い夢だと思って忘れろ。いいな。安心しろ。あんな目には二度と合わせねえよ。騒ぎも収まったみてえだな。よし、それじゃあ俺もそろそろ退散するか。夜更かしせずにさっさと寝ろよ。いい夢でも見て余計なことは忘れちまえ。